激コミの食券の券売機もね、券売機買うのにもめちゃくちゃ並んだのに、でこうやってあの飯をいざ手に入れたら今度は席がないと、うん、どういうことだよ本当に。で、あの友達いないんだよ、友達いないんでね、立ってくるしかないんですよこうやって。なんであんま好ましくないんですけど、スタンディングスタイルで、ね、今日はねもうしょうがないんでこうやってもう食べようと思います。いただきます。
学食に来たんだけど、中央大学ってね、あの日本の中で多分トップ2くらいの、多分全国の中でも多分トップ3に入るくらい敷地面積がでかくて、でキャンパスもでかいんだよ。なのにちょこれ見てもらっていいですか。これさ、あれ、あの行列なんだけど、そばとかのあのさ、こんなんさ昼休みの間に食えるわけねえじゃん、ふざけんなよ。であのこれ1階なんだけど、ちょっと上に行くと、すいません、でなんか1階から4階まであって、で今のね1階なんだけど、あのね4階まであるくせにチンカスみたいなねキャパシティなんだよ。あでもう今2階行きます。あの、まあ、学生の数がね多いってのもしょうがないんだけど、でもさ、こんだけクソ田舎にあってさ、でバカでかいキャンパスのくせにこれだよ、これ。ちょ見えるかな、なんかあの反射して見えないかもしんないけど、これこれふざけてんだろ。あのさ、なんでこのね中央大学イケメンランキング、中央大学イケメンランキング1位のこのミスター中央大学捨て上げが、なんでまともにね座って飯も食えねえんだよ。おい、次3階行きます。3階はね、どうだろう、上に行くほどついてるかもしんないけど、あこれだよ、出たよ、これですよ。これね、今2時間目と3時間目の間の50分のね、あの中休み、50分の昼休みなんだけど、あの昼休みってさ飯食うもんでしょ普通。なのにこの行列ですよ、このあのさ、飯一つまともに食えねえ大学とかどういうことだよ。おい、次4階行きます。4階はあの僕が前あの寿司を食ったあの日和さんって、これですね、日和さんっていう寿司屋があるところなんですけど、これです、これこの光景、あれね。4階もこれだよ、4階もこのありさまだよ。はい、これが懐かしの日和さんなんですけど、あのさ、ふざけてんだろ本当に。1階から4階までもう このね僕みたいなミスター中央大学のね陰キャラぼっちはね座るスペースがねえんだよ。おい、だからさ、あのこの動画見てんだろう、中央大学の、おい、中央大学の学長なりスタッフ見てんだろう、おい、まあ、まともにね昼休みの50分間の間で普通に生活すればまともに飯が食える、そういう大学にしてください。はい、座って飯が食えないとか論外だから。はい、ということで、ぼっちの皆さんね、まあ、特に中央大学にいるぼっちの皆さんはね、一人で迂闊に、学食に